死亡の説明図、PS の印が、花粉管、花粉管は、花粉から伸長し、精細胞を排珠内の姿勢配偶体へと運ぶ管である。花粉は、同種の花の成熟した中等に付着した場合に、浸透を開始する。中等組織内に侵入した花粉管は排珠に向けて伸長していくが、この過程で性格の分裂が生じ、花粉管先端部には、 花粉の細胞核と2個の精細胞が存在することとなる。また、花粉管の身長に伴い花粉管内に核壁が形成され、精細胞は常に花粉管の先端に位置している。花粉管が胚珠に到達すると、花粉管内の2個の精細胞は、胚珠内の卵細胞と胚乳細胞とそれぞれ受精し、種子の形成が開始される。 伸長した花粉管が誤りなく姿勢配偶体へと行き着くために花粉管の伸長方向を決定するガイダンス機構として有因物質を高度するルアー1に遺伝子が2010年に発見された。種によっては遺伝的要因、各種の不和合成、その他の特異的条件により花粉管の伸長が阻害される場合がある。花粉管の伸長には 中等上に分泌される溶水分が必要である。花粉管発芽の初期段階では、溶水分の吸収による花粉の防潤、花粉の発芽口からの花粉管の伸長開始、花粉管の中等内への侵入と続く。通常、花粉が発芽前にうてきなどの真水に接触した場合、浸透圧に耐えきれず破裂してしまうことが多い。自家不和合成を示す、種の自家受粉や、 微種間の受粉などにより、花粉と中等間に何らかの不和合成が存在する場合、花粉間が胚珠に到達する前に身長を停止してしまう場合がある。自然界においては遺伝的多様性の維持や種形成上合理的なことであるが、人為的な育種を試みる上では大きな支障となる。不和合成の生じる要因は極めて多様であるため、 それを回避する手段も様々である。例えば、中東上に存在する阻害物質等により、不和合成が生じる場合、花中の中等部を切断後、咲いた花中に花粉を挟む方法、つぼみや花が老化した時点で人工事故する方法、花の組織を無菌培養し、廃種を露出させて直接受粉する方法などが試みられている。花粉を寒天や、 ゼラチンなどの人工培地上で発芽させることが可能である。培地の成分、浸透圧、pH、培養温度などの条件は種によって様々である。花粉は、ガラスのコップが色づくほどの多量な放射線を照射されても発芽し、花粉管を伸長することが知られている。もっとも、この場合、内部の核は破壊されており、受精能力は喪失している。 ありがとうございます。